こんにちは、杉浦です。今回は腸張りっていうものについてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。腸張りっていうものがどういうものかって言いますと、まあこんな風に建物を建てる前にこの位置をですね出すための、作業になります。で、建物から1メーターぐらい離れたところに木の抜き板って言って、まあこれぐらいのですね、まあ10センチ幅ぐらいのペラペラの板をですね、まあ15ミリ厚ぐらい、まあ12ミリから15ミリぐらいの厚みの板になるんですけども、それをぐるっと回します。で、その回し方っていうのが、まあこんな風に、まず木の杭を打ってですね、それにこういう風にあの抜き板っていうその板を打っていきます。まあこっち方向もこういう風にですね、まずまあこれ GL って地面なんですけども、地面に対してこう杭を打っていきます。で、それにこういう抜き板っていう板をですね打ち付けて、ぐるっと建物の周りに回していきます。で、詳しいことはまたあのブログにも書いてありますので、私のブログも読んでいただけたらなと思います。まあ概要欄の方にリンクも貼っておきますので、後で見ていただけたらより詳しくわかるかなと思います。この抜き板をぐるっと打って、で、まあこの杭を打ってですね、その抜き板を杭に留めて、で、留めたらこのこういうですね四角の状態だけだと弱いので、この斜めに、まあ、筋交いをこう取っていきます。そうすることで、まあこういう横のですね動きにも強くなりますので、これでかなりしっかりしてきます。で、この腸張りっていうものが、まあ、家の位置を出すためにやるもんなんですけども、もう原寸大でもうちゃんと高さも合わせてですね出しますので、建物の位置が実際にどの辺になるかっていうのが本当にまあ1ミリとか2ミリとかの、まあ、誤差は出たとしてもですね、それぐらいの誤差でこう出すことができます。それでこの腸張りってものすごく大切で、この腸張りを張って、その板にこうこれですね通り芯って言って、この壁の通りのですねこういう芯を描いていくんですね。で、そこにこう糸を張って、どこに壁があるかっていうことがこう現場で表せるようになるんですね。で、その腸張りのこのまあ高さと、その通りですね、通り芯の通りをもとに基礎を作っていきます。だから極端なことを言うと、この腸張りが間違えてると家が間違えちゃいます。だから私の場合は必ずこの腸張りっていうのは私と大工さんで一緒に作るようにしてます。で、これ昔の人本当よく考えてるなと思うのが、この通り芯っていう一点差線で書いてある、まあ点線で書いてある線なんですけど、これがこの壁の通りと同じようになってまして、壁の通りに対して通り芯っていうのを作っていくんですけど、で、この通り芯っていうのが全部基準になるんですね。で、この通り芯を元に最初に、まあ例えば基礎でしたら土を掘ってですね、で、ステコンクリートっていうのをぐるっとこう打ってですね、そのステコンクリートの上にこの炭を下ろしていきます。で、その炭を元に、通り芯を元に壁厚ですとかをこう増やしていって、実際の基礎の、その絵をですねこのステコンクリートのところに描いていくわけですね。で、その通り芯から、例えば基礎でしたら今だいたい15センチ幅の基礎になってますので、通り芯から75ミリ外出たところへ型枠を立てて、で、その中に、まあ、コンクリート打ったり、あと鉄筋組んだりっていうのをしていくんですけども、今はもうどっちかというと型枠の前に鉄筋を組んでしまいますので、その鉄筋もこの通り芯に従って組んでいきます。ですから
この長針にですね、通り針をこう書くことで、この長針のマークさえずれていなければほぼほぼもう立ち上がるまで間違えることはほぼありません。だからとても大切なことなんですね。ちなみにこのギザギザマークなんですけど、これ通り針の針っていうマークです。まあこう線引くとこういうマーク書くんですけども、これ通り針っていうマークなんですね。でその針の線をまあこういうところへずっと書いていって、そこへここが通り芯ですよっていうマークをまあ私がつけて、でまあもう一回ですね、大工さんと一緒にこう寸法を間違えないかっていうことをチェックして、であと木曽屋さんが次に入ってくるっていう流れになります。まあこれってまあ道路の側溝とか、あとまあ外構工事とかですね、する時にもこういうのまあ簡易的なものを組んで、高さと通りを出してそれを元に組んでいくっていうことをされているので、もうものすごく便利なものになります。だから昔の人はですね、本当よくこんなの考えたなと思って、あとやっぱ昔の人考えてすごいなと思ったのはやっぱこの通り芯ですね。例えば 2x4 だとその枠の外外で線を描いていくもんですから、その部材の外外の寸法とかで寸法を追っていくとですね、湿度の関係で膨張したり縮んだりするもんですから、その季節によってその寸法が変わってきてしまうんですね。それは日本の昔の職人さんは通り芯って言って、その柱のですね、真ん中の点、真ん中の本当に細い部分ですねを元にこういうふうに元の絵を描いていてですね、それからその、まあ例えば柱だったら105ミリで 52.5 ミリずつこう振ることで、その柱の位置を決めていくっていう通り芯っていうのを考えたのが本当に僕すごいなと思ってます。まあ今はここまでせずに、なんかもうちょっと簡易的なものだけ作っといて、そっから今はそのレーザーのすごくいい墨出しの機械とかありますので、それでまあこのライン、直角のラインとこの1点だけですね決まってれば、そっからこうライン出して折っていくっていうこともできるんですけども、ただトータル的に場所の確認とか高さの確認するには、僕はもうやっぱりこの長針っていうのを出すのが一番いいと思ってて、もう実際に自分で行って出して確認して、ああこれでいいなっていうことを、まあ、自分自身納得してからですね進めるようにしています。まあ、またですね、そういうところも、まあ、おせっさんこれから家を建てる方はですね、うちはどんな風な形でやってるのかなとかいうことをまあ見てもらうのも楽しみの一つになるんじゃないかなって思いますので、まあ、こういう知識をですねちょっと入れてもらって、一遍現場に見に行ってもらうっていうのもいいかなと思います。まあ、ただその長針っていうのはいろんなやり方がありますので、まあ僕はこういう風なやり方でやってますっていうのをちょっと今回説明させていただきました。まあそのそこそこでですね、やり方がいろんなやり方があるっていうこともちょっと知っておいていただけたらなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。